はい、ドラマーの倉橋です。今回も、音楽理論ですね。今日はよトップページのいつも通り目次に行ってゼロからの音楽理論の今日は音とのインターバルの一本の弦でメジャースケールというところですね。ギターのチューニングの話もします。こう飛んでってもらいますね。まあここにガチャガチャ書いてありますけど、メジャースケールなんてもう分かってるよっていう、まあ前回もメジャースケールやりましたけど、というふうに言う人は結構多いですよね。なんですけどメジャースケールってそんなのも知ってるよっていう人のほとんどが甘いっていうふうに言われるんですよね。ね、まあこれはもうちょっとでもギターやってる人、ジャズギターとかやってる人だったらね、分かると思うんですけど、もうすごくなんていうの、深い話ですよね。まあその辺はまあここに書いてありますが、それが分かるんだったらもう中級ぐらい言ってるわけですね、音楽理論がね。さてさてさて、まあギターの最初ですね。ギターの最初、まあ弦が6本ありますね。上の方が低い音、下の方が高い音ですね。だから五線譜と逆になってますよね。ね、ここら辺は勘違いしないようにね。で、まあチューニングですけど、まあ一番上にも書いてありますね。あ、こっちでは書けないからこっちにしましょうね。一番上に書いてありますね。結論ですもん。チューナー買いましょうです。チューナー買いましょう。ね。まあ、こういうので。ね、こっちか。っていうふうに、やってもいいんですけど、ここにね、ついてるんですよ。これ、ちっちゃいの。見えるかな？ここにちっちゃいのついてる。これ、ダダリ用のやつなんだけど、こんなちっちゃくて、すごいいいでしょ？大きいのもありますけど、あれ、ちょっとなんかね、ごついから、僕はこれ、いつも使ってますけど、ダダリ用のちっちゃいやつ。安いですよ、こんなの。ね、こういうの買ってください。ね。まあ、チューニングの仕方とかね、昔ながらのね。だから、こういうね。語源とその下の開放を合わせるというやつですね。ここに書いてあるやつです。ね。こういうふうに合わせる。まあ、でも語源で。で、ここだけ4フレットと開放が合いますから。B の音ですね。ね。あとは、ね、5。ちょっと、くるってね。うん。まあ、こういうふうにやってますね。なってます。で、ここね、ナットって言うんですけど、ここが0。で、この縦にね、こう、いっぱい振ってるのが、これがフレットですね。1フレット、2フレット、3フレット、4フレット、5フレット。ね。だーっとって。ここ2本、2つ、あ、見えないか。これ。これポジションマークって言います。2つこうやったりなんかするところは、この12フレット。これ何かというと、前回やりました。半音が12個でオクターブになるよという。ね。オクターブの中には12個半音があるよという。13個目がオクターブ。ね。それが、あるので12個目にこう振ってあるわけですね。これ F ですね。なんでここ2つマークがある、ちょっとちっちゃいんですけど、2つはポジションマークが2つあるところの隣、要するにここがナットの位置だということですね。それで1オクターブになってるよということです。こことここの間で1オクターブになってますよということですね。で、まあ、ここに開放弦の、あれが書いてあります。ね、これも覚えてください。新しい楽器をやるときにはね、覚えることが多いですよね。上から E です。A、ね、D、G、B、E、ね。そういうふうになってます。で、まあ、ここに余談とは言わないけど、まあ、最初ね、このぐらい知ってるといいよっていう。まあ、1弦と6弦は同じ音。こっちいいですよね。こっちもいいですよね。
同じ E です。なんですけどこれは2オクターブ違いますね。例えばここで1オクターブ、2オクターブってことですね。2オクターブ違います。で次が2弦と3弦の間で、2弦と3弦、その1弦2弦という話をまだしてないですね。下が1弦です。これ一番下だから高い音の弦が1弦、低い音の上の弦が6弦だから6、5、4、3、2、1となってます。6弦、5弦、4弦、3弦、2弦、1弦というふうになってますね。でそれの2弦と3弦、ここ2弦と3弦ちょっと分かりづらいですよね。よさっきこの青いねところだけ場所が違ったでしょ。なのでここでずれてくるわけです。これが1弦2弦3弦4弦5弦6弦なのでここでずれますよという話です。ですからさっき1個だけ青かったね、ずれたということなんですね。だからこことここがこうずれてますよという話です。それがここに書いてあります。まあ今のところはね、あずれてるっていうことだけ知っておけばいいかなっていう感じですね。あこれ順番がちょっと違ってますけど、高い方が1弦、低い方が6弦、12フレットで1オクターブね。で五線譜はドレミを表しますけど、タブ譜というものがありますね。あの五線譜じゃなくて6本、6本線があるわけです。こういうタブ譜というものがありますね。これギター用のやつで、ここに数字がこういうふうに書いてあるんですけど、これがフレットの例えば3ですね。これは5弦のところに書いてある5弦の3フレットという意味で、ここですね、ここですね、3、5、2、3、4ね、ここ書いてあります。メジャースケールですね、 C メジャースケールですね今のね。まあこういう風になってるよという話です。まあここに汚い絵が書いてありますけどね。タブ譜の場合は下が上になって反対になってる、要するにねこういう風に見てるってことです。こういう風に見てるよってね。最初のうちはねちょっとねこれ勘違いしやすいですけどね。でナットは説明しました。でこっち側、こっち側ブリッジって言いますね。さてさてさて、ギターのチューニングとかそんな話はこんなもんです。で本題に入りましょう。今日メジャースケールですね。上からいきましょうね。前回やった前前半前前前半ですね。でポジションマークがあるのでそれをポジションマークね目安にしていきます。今日は今さっきやった5弦の3フレットね、さっき言っちゃいましたけど C ですね。ここがドですね。ここからメジャースケールをこの5弦だけでやってみましょうという話ですね。でこれもやっぱり最初にやってもらうんです。はいじゃあやってね。ここにこれがなぜ書いてあるか、これが分かってれば知らなくても弾けるわけなんですね。どういうことかって。でその時に弾ける一つの理由は、ギターの場合は規則正しく半音で区切られてるよってフレットで。だからこれずっと半音なんですよこれ。ね。半音で区切られてるっていうことです。鍵盤の場合は違いましたよね。半音で区切られてるけど黒鍵も混じって半音で区切られてるということですね。なあまあ C から。全音の時は1個飛ばします。だから3フレット5フレットです、ね、その間に4フレットというのがありますけど、それを飛ばしてドレミも全音だからミミとファの間は半音だから隣、ファファとソは全音、ソラで次もシの次もドは半音なんだ、こうなりますね。ここがナットの位置、オクターブの位置なんで、こっから3つ目のフレットですね。
ナットの位置から3つ目の音。なので、こことここがオクターブの位置になってるよと。こういうことです。ね。前、前、半、前、前、前、半。っていうことですね。こういうふうになってます。ドレミファソラシドね。そしてこれがまあ C メジャースケールですね。じゃあ今日はもう一つ。これがここに書いてあります。今日はもう一つ。ここが C なのが分かりました。この上、6弦。これ G になります。はい、G は何ですか？音名で言うと。そうですね。そうです。C、D、E、F、G。なので G はソです。で、ソからメジャースケールをやってくださいっていうときは、ソラシドレミファソどれがどうなるって考えなくていいんです。ギターの場合は均等ですから、5弦でやったことをそのままやります。音名なんか分かんなくてもそのままやれば。あ、間違えた。同じことをやればメジャースケールになるわけです。それは規則正しく半音でなってるから。でも、音名で言うとね、ソ、ラ、シ、ド、レ、ミ、ここが違いますよ。ファ、シャープ、ソ。前回やりましたね。ソの時に、G メジャースケールの時は、ファをシャープさせると。シャープが1個つくよと話です。ここでも同じですね。ね。なんですけど、そういうのを抜きに同じ形でいけば、ギターの場合はできちゃいます。ね。まあ、C の下はファです。前回やりましたね。ファだから、これは C じゃなくて、C のフラットですね。ね。これ、ファ、ソ、ラ、リ、リっていうのは C の半音のこと、C のフラット、C のフラット、ドレミファでメジャースケールになってるよと。はい、繋がってきたでしょ。そう。だからドレミファソラシドメジャースケールを覚えるのも両方使った方がいいんですね。鍵盤とギターと。ギターだけでやってるとギターっていうのは今6弦の5フレット弾いてます。これが何の音かパッて。まあこの6弦だから分かりますけどみんなね。これ A ですね。うん。ね。例えば、ここ。ね。10フレット。4弦10フレット。はい、何の音って言われても、パッと出てこない。ね。そういうふうに なってしまうんですね。形でこう覚える楽器だから。まあそれいいんですよ。非常にいいんですけど、それだけだとねちょっとやっぱりダメなんで、これどうですね、ね、ね、どうです。でそういうね音名がこう見づらいんですよ。見づらい楽器なんですね、ギターっていうのは。でその代わり例えばまあね、 C マイナー、 C マイナー、ね、 B フラットマイナー、A マイナー、G マイナー、これずらすだけで済んじゃうんです。こういう便利なところもあるんですね。まあそういうのもあります。まあ鍵盤映ってないか。鍵盤映ってないからあれだけど、鍵盤の場合はこうずらしただけじゃダメなんですね。まあそういうのがあって、まあどっちがいい、どっちが悪いじゃなくて、どっちも優れたところと利点と分かりづらいところと両方持ってる。まあ結局は同じなんですけど。まあそういうのがあるよという話です。だからいいとこ取りをしてね、実際にこう触れてみて、音楽理論ある程度のところまでは、知っとくといろいろ楽だよっていう話です。ドラムはな、ジャズドラムとかやってると特にそうですけど、構成をね、確認することができないんですよ。自分で音を出して。自分で音を出して、ああ、ここだよね。そうだよね。そうだよね。とか、わからないわけですよ。ああ、そうそうそう。ああ、ここだね。ああ、ここだね。とか。ね、そこだね。ということ。こうやって弾きながら確認できないから、いつも真っ暗闇のところでいるわけですよ。ドラマーっていうのは。ね。だそれも結構厳しいことですよ。
なんですけど、ちょっとしたことで分かったりするわけですよ。そういうところで、あ、これ来たね、あ、これ来たねとか、例えばドミナントとか、ドミナント、まあ、今の言っても分かんないですけど、まあ、あ、ドミナントの音が来てんなーって、あ、解決したなーとか、そういうふうになると、分かると思うんですよね。あ、そうそうそう、そこだね、そこだね。っていうふうに、ね。まあ、そういうちょっとしたヒントになると思うので、こういうのも知っておくといいよっていう話です。まあね、慌てずにゆっくりね。そう。こういうの慌ててやると、特に文章だけ読んでね、覚えようとしても多分覚えられないと思います。さてさてさて。で、なんで今日は語源と録源をやったかっていうと、ロックの人もそうですけど、語源と録源だけはね、バッチリ覚えないと、コード弾けないわけですよ。ここの語源と録源の音を基準にしてコード弾いたりするのね。なのでここはしっかり覚えようという話です。でももう今やったでしょ。ドレミファソラシドですよ。ソラシ、あ、ソラシね、ソラシドレミファソファはシャープですよ。ソーね、ね、これ覚えたらもうほとんど覚えたことになるでしょ。あとはこのどうですね、どの半音下が B ですね、その全音下がファ、さらに半音下がミね、ド半音下が C、 全音、その全音下がラですね、ということになる。これを覚えとけばとりあえずはいいわけですよ。まあ6弦の場合はここF シャープ、ファのシャープになってますけど、その半音下がファっていうことですね。そういうふうにして、まあこれだけ、これを頼りに覚えてしまえばいいですよっていう話。で、今日はね、こんなのを用意しました。キラキラ星ですね。ね。子供のやる童謡とか、ああいうのを、結構ギター弾いてる人に、じゃこれ渡して、じゃあ弾いてこれって言って、弾ける人ってあんまりいないんですよ。そもそもドレミファソラシドがどこにあるのか分かってない人が多いから。ね。それでも弾けてしまう楽器なんですね、これ。そういうところはいいところですけど、弱点でもあるわけですね。そしたら、キラキラ節。ドードーソーソーララソーファファミミレレドーですよね。ね。それをちょっと、これでね、なぞって、間違ってもいいんですよ。なぞってくださいってことです。ね。そう、一本の弦でね。ね。ね。こういうこと。こういうことです。もちろん、ね、鍵盤でもやってみてください。で、それをギターですから、よいしょ、どこに書いてあるかな、そう、語源でキラキラ星を弾きましょうがこれです。そしたら同じく6弦でキー G で弾きましょうという書いてあります。同じことを語源でやったことをそのまま6弦でやりましょうってことです。あ、ファンは。ということですね。まあ、間違えましたけど。まあ、これ、同じ風に聞こえると思うんですね。まあ、これ同じなんですよ。G はファだけ違うので、ファはここですよね。でファをシャープにするだけなんですけど、そこ出てこないんです。これはね、ここから6つ目の高さの音までしか出ないので、キラキラ星はね、だ E の音しか出ない。でファは出てこないので関係なし、同じで、ソラシド、ソー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 ラーソーソーラーラー、あ
ドドソソか、あそうドドソソが、ソソレレミファファミじゃね、ドソレレドうん、そうドドソソララソかとか、ドドレレミミで、こかドドシシララソか、混乱しちゃいますね。まあこういうふうな、まあ同じことだっていうことですね。あ、だからこれがだからキー、最初にやったのはこう譜面取りやったのはキー C ですよということで、6弦でやったのはこう基軸になってる音が G なので、キーは G だってことですね。そうすると分かるでしょ、キーって何かっていうことがね。まあこういうのも実際にやってみると分かるわけですよ。そんなねうまく弾ける必要ないですから、いじってるだけでいいです。でやってきますけど、コードとかもねそんな難しく弾くんじゃなくて、難しく弾くのはギタリストに任せればいいんですよ。我々はそう、例えば例えばコード譜とかを読んで、こういうので少し追っていけるようにすれば、でメロディーを歌えるようにしとけば、それで結構理解度が深まるでしょ。まあ、それを目標にやってるわけですよ。まああとはねまあ簡単な曲をかけたりするといいですよね。音楽的に広がってきますから、そういうところを目標としてやってるわけですね。キラキラ星こういうのをまた後でやるんですけど、例えばね、メロディーに対してコードをつけるときにこういうのでやりますね。例えばここではあんま説明しないですけど、ここね、ソーソーファファミミレーって書いてありますね。ここもソーソーファファミミレーでしょ、同じことやってるんですよね。でもここは C なのにここは G ですね。これどうしてっていう、うん、なんでこういう風にしてんのっていうね。別に同じだって間違いではないんですよね。なんだけど、なぜここを C にしてるかって、そういうのもね意味も分かってくるよっていうことです。そうだから、うまく弾くんじゃなくて、音楽理論を分かろうとしたら少しこうつまびきながらね、うまくなくてもいいからつまびきながらやらないと理解しできませんよということでやってるんですね。はい、今日はこれですね。まあ初めてギター出てきましたけど、後々コードもやってきます。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。次ちょっとドラムやらないとね。はい、じゃあ今日はここまでです。ドラム教室やってます。無料体験レッスンなど説明欄の方にリンク貼っときます。あと、もしよかったらチャンネル登録してください。では、また。